なた2016年2月中東で初めて歌舞伎の公演やってますよね。その人ですもん。それを実現させたその人こそが妹の命を奪った人だから。だからですよね、辞めたいって言ってその中東の公演が中止になったら困るから、その人を途中で切るわけにいかなかったんですよね。あなたの夢のために妹の命を犠牲にしたんですよね。楽しかったですか、中東。詐欺師と言って、詐欺師が公演全部やって。楽しかったですか。ある時妹から頼まれました。どうしてもお願いがあると。その詐欺師にお金を貸してほしいと。9000万円。貸しました。妹のために。私は後に知りました。その中東の公演終わった後、その詐欺師と支払いトラブルが起きてましたよね。お金払ってもらえなかったんですよね。詐欺師だから。私の大切な9000万円、どこ行っちゃったんでしょうね。私はあなたを許しません。